ギブアップで、ギブアップで、ギブアップで。どう、激辛ジョニーです。今日もみんなの死に火をつけちゃうぞ。やっていきましょう。はい、私今宵は福岡の、博多区にいるんですけれども、陽華楼さんに来ております。いかにもちょっとこうやばいそうな雰囲気が漂っています。見るとね、殺人担々麺と SNS で話題だと。で、後ろに目をやるとビビってんのと、お前ビビってんのかと。辛さのレベルがあるんですけれども、一応この殺人担々麺っていうのはまあ一番、2番目に辛いやつで、今回は死神担々麺と、いわゆるこのマックス一番辛いものを食べてしまおうかなと思います。殺人の上ですからね、もうあの世に2回ぐらい行っちゃうんじゃねえかと武者震いしております。はい、それでは早速今回も激辛バトルしていきましょう。レッツゴー。はい、というわけで、中に入ってきたんですが、早速ね、メニュー表を見ると一番左上にこの死神担々麺というね、この怪しく書いてありますけども、でこれね、薬味がすごい辛いっていう噂で、レンゲにまあ大さじちょこっとこんぐらいの量をポッと入れてるんですけど、それをこうかき混ぜるとめちゃくちゃ辛くなるそうです。で、一応聞いたところに言うと、キャロライナリーパー、昔ですね、世界、で一番辛い唐辛子としてギネス登録されたあのキャロライナリーパーを使ってると。はい、で、プラスですね、これ薬膳ということですからね、非常に体にいいと。クコの実の、ここの、まあ、クコの実って何、クコの実って何ですかね。よく見かけるのであればですね、杏仁豆腐の上にちょこっと赤いのがあってます。あー、なるほど。それをこう、薬膳に混ぜてると。で、いろいろこれ、効能があると。抗酸化作用、免疫力増強と、滋養強靭、眼精疲労回復と、もういろいろこう、効能が入ってますね。殺人なのに元気になっちゃうと。今日は半殺しになっちゃうかもしれないね。気をつけましょう。すいません、お待たせしました。死神担々麺です。うわー、マグマの火山みたい。あー、すごい。わー、これやばいね。しっかりキャロライナリーパーの香りがしますけど、すごいな、これ。いただきます。さあ、死神担々麺さん、お手並み拝見ですよ、ということで。これが噂のやばい薬味らしいんで、これちょっと一旦、吐きましょう。はい。これを入れた後と入れる前と入れた後でちょっと辛さのレビューをしていきたいかなと思うんで、じゃあちょっとスープからいきましょう。あー、これは豚骨ベースですね。あー、これうまそう。スープうまいな。入ってる具材はネギ、ひき肉、もやし、もう、ね、唐辛子でちょっと見えないんですけども、ごま、隠し味、いろんなものが入ってると思います。だいぶパンチ効いてますね。この唐辛子、粉自体はキャロライナリーパーじゃないらしいですね。ちょっとむずますけど、粉が多くて。あー、うまい。普通にうまい。この状態だと辛さレベルどれぐらいだろう。5ぐらいですかね。問題のこれね、はい。これをちょっとじゃあ溶かしていきたいと思います。今度は、はい、じゃあ溶かしていきます。いただきます。カレー、カレーはこれカレー、念のためもう一回確認しよう。いや、これいけんのか、これいけんのか、これやばいね。わかんない。しゃべりやんないぞ、これしゃべりやんない。ギブアップで、ギブアップで、ギブアップでって言うと思った。いやね、
最近ね、苦しんでる姿を見たいっていうね、一応コメントがあったんで、激辛エンターテイナーとして、ちょっと今取り入れてみたんですけど、どんな気持ち？蒸気を使った中で、この旨味をね、出すっていうのは、これ非常に難しいと思いますけども。うま辛い。うん。ひき肉も大きいわけですよ。これもしかして辛いやつ薬味って足せるんですか？大丈夫ですよ。あ、じゃあもう一差しもらっていいですか？死神の薬味。死神の、はい、はい、はい。もう突き抜けちゃうと、追い辛タイムです。うん、もうこの通りね、カプサイシン効果でもうサウナ状態ですけれども、あー、恐るべし死神よ。もう半殺し状態かな、これは。今参りました、2杯目投入と。さあ、ここにね、クコの実がいっぱい詰まってますからね、これを食べて元気になっちゃうと。より濃くなったね。増してるね。さらにレベル1ぐらい上がってるな。残すとこスープのみなので、クコの実かける2倍入ったこの激辛スープを飲んで、この激辛バトルにケリをつけたいと思います。これ全部飲んだら半殺しになっちゃうからね。いただきます。完食しました。ごちそうさまでした。はい、食べ終わったんですけども、はい、食べ終わった後にオレンジをいただいてお口直しに、はい、うん、優しいね。それでは辛さレベルの発表をしていきましょう。ヨーカローさんの殺人担々麺、薬味1杯分、はい、のバージョンですね。辛さレベル、じゃーん、辛さレベル7です。おめでとうございます。なんで、まあね、このキャロライナリーパーとかそういう唐辛子を使うとね、結構苦味とか辛さが先行して、どうしてもこう旨味がこう辛さに埋まっちゃうがちなんですけども、ここに関してはね、僕こう食べてた中で非常にこう食べやすい、でしっかりキャロライナリーパーの苦味とこう辛味を感じつつ、元のこの豚骨スープですね、の旨味が両方感じて非常に、気持ちよく美味しくすれたかなと思います。しかもね、これクコの実が入ってますから、抗酸化作用とか免疫力増強とか、はい、食べれば食べるほど、はい、ぐんぐんいっちゃおうかなと。ぜひ、激辛マニア、そしてね、福岡近く寄った際はぜひ挑戦してみてはいかがでしょうか。ということで、もしこの動画がいければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。 Twitter 等々も更新してますんで、フォローお願いします。半殺し